サパンペを着用した男性スウェーデン、ストックホルムの博物館に展示されたサパンペ。サパンペはアイヌの成人男性が儀礼の際に着用した冠である。サパンペはアイヌ語で頭にあるものを意味する。形状は鉢巻きに似ており、頭全体にこむるのではなく外周を覆うものである。山ぶどうの鶴の皮をねじり上げて大まかな形を作り、額の部分には ヒグマやキタキツネなど、動物の頭部を模した木彫りを取り付け、周囲は、葉や水木の材を削った、木ケや、シナノキの樹皮やカバの茎を、コイル状に編み上げたもの、日本本土産の布地、あるいはサメの葉などで飾り付ける。サパンペは、日常的に着用するものではなく、イオマンテなど重要な祭礼、あるいは客人を迎える時など晴れの場で用いられた。大島。 胆振日高など、北海道南西部では儀礼に参加する成人男性の多くが着用したが、十勝では重要な祭礼の折、長老閣の男性でなければ着用が許されなかった。また、釧路では身分に関わらずサパンペを着用しなかったという。サパンペを着用している折に揉め事を起こすのは大変な恥とされる。また、葬式や、 それ祭など死者に関わる儀礼の折りはサパンペを着用しない。ありがとうございます。